上で横向いて休みましょうか。横向き、横向き。なんかで、お尻の筋肉というのは、ここからここまでくっついてるんですね。なので、ここをしっかり刺激してあげると、かなり骨盤に効いてくれます。で、私がわざわざ説明してるってことなんですね。痛い。痛いよってことですね。はい、どうぞ。はい。で、背中触ってみると、ほら、めちゃめちゃ柔らかくなってるの分かります？なんか、うん、違うよね。よし、骨とかもね、うん、ということは、足の疲れから背中に上がってきてたよってことなんですね。で、あとね、残った時間ちょっと軽く触っていきますよ。